はいどうも、今日はカップラーメン食べます。日清のデカ太コーン味噌、はい、これデカ太コーン味噌、これデカさも太さも 1.5倍、デカさも太さも 1.5倍。あー、いい香りだ。麺がね、太いらしいよ。これは麺が太いらしい。ラーメンは豚骨とか味噌とかそういう、そういう系の、よだれが出てきた。味が濃いというか、その醤油じゃない方が好きです。醤油も好きですよ、醤油も好きだけど、そっちの系統の方が、まあ、どっちかというと好きですね。いただきます。スープ美味しいな、これね。スープ美味しい。麺太いわ、見るからに。太い、麺太い、美味しいね、これね。美味しい。1.5 倍かどうかわかんないですけど、確かにこれはすごい。麺が普通のカップラーメンの太さではない。太い、美味しいです、これ。肉も美味しい。あれ、ピコピコ、ピコピコんでます。このピコピコンはメールの音だね。熱い、胃が、美味しい。やっぱいいね、味噌味。味噌味いいよ。この香りが伝わらな、伝わらないからな。それではもう何年です。汁はまだ熱い、汁は熱い、汁はまだ熱い。最後のこのそこに溜まった具と細かい具とさ、スープがまた一番美味しいんだよね。一番美味しい。はい、美味しかった。ごちそうさまでした。